皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今回の動画はぜひ最後までご覧いただき、そして多くの方々に知っていただけるようにご協力をお願いしたいと思います。予告していましたエースメディカルサポートさんが行う再生医療の治療費全額サポートプロジェクトの応募方法や概要をお伝えしていきたいと思います。これは3月1日に福岡に九州再生医療センターが開設するにあたっての幹細胞治療およびリハビリ費用を全額サポートプロジェクトになります。治療の対象は脊髄損傷、脳血管障害、変形性関節症の3つになります。応募人数はそれぞれの障害各5名計15名です。対象年齢は脊髄損傷が12歳から60歳、脳血管障害、変形性関節症が20歳から60歳までになっています。条件があり、 YouTube やメディア等への露出を了承できる方、そして、九州再生医療センターがある福岡に、基本的には6ヶ月間滞在できる方になります。再生医療の治療費、そして、リハビリ費を全額負担してもらえることって、私自身今行っている身からして本当に夢のような話だなというふうに思っています。なんかやっぱり発信者だからだろうって、言われることがありながらも、それでも保険適用に向けて、実例を作っていかなくてはいけません。今回のプロジェクトはそこに向けての本当に大きな一歩になると思います。選ばれる選ばれないがやっぱりありますが、でも今後もより多くの人たちにサポートできるように会社さんも頑張っていただけてますし、私自身も何かできることを一つ一つやっていきたいなというふうに思いますので、今この可能性を潰すのではなくて、ぜひこのプロジェクトにまずは応募していただきたいなというふうに思っています。応募方法はエースメディカルサポートさんのホームページに特設ページがありますので、そちらからお願いいたします。応募期間は2月いっぱいまでと短い期間になっていますので、このタイミングを逃さない、なぜ知らなかったんだ、なぜ私俺はこの情報を知ることができなかったんだって思う人が一人でも少なくなるように、ご覧になっている健常者の方々もぜひ拡散していただきたいですし、当事者の方々もライバルが増えるなんて思わずに、ぜひ拡散のご協力をお願いいたします。私はこの情報を多くの方々に知ってもらうために発信していますので、このプロジェクトに対しての質問や疑問っていうのは回答できないことをご理解ください。何かある方はエースメディカルサポートさんの方に問い合わせいただきたいというふうに思います。今回のプロジェクトは本当に大きなものになると思います。私自身もリハビリをこれからもっともっと頑張っていきますし、選ばれた方々と一緒にリハビリができることを楽しみにしています。重ね重ねになりますが、本当にたくさんの人に知っていただきたいと思いますので、拡散をよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。